その発明以来、ブルドーザーのような重機は、土地開発における土木作業に有用となる。土地開発とは、景観を次のような様々な方法で変更すること。経済学の文脈では、土地改良、ランドインプルーブメント、またはランドミリレーションとして懸念されることもある。それは、人間が土地をより使いやすくするための投資を指している。会計目的では、 財産の価値を高める、あらゆるプロジェクトを指す。大部分は焼却は可能であるが、一部の土地改良では、対応年数を決定できないため、原価焼却することができない。建物で住宅と倉庫は、一般的開発の中で最も古いタイプの二つ。都市的な基盤整備では、土地開発にはさらに以下が含まれる。土地所有者、または開発者は、 しばしばどんな規模のプロジェクトでも利益を最大化しリスクを最小限に抑えキャッシュフローをコントロールしたいことがある。この場合の利益向上とは地元の計画プロセスを満足させながら地元の市場に最適な計画を特定して開発することを意味する。開発分析では開発の見通しと開発プロセスそのものを顕微鏡下に置き 拡張と改善が導入される場所を特定。これらの改善は土地所有者や開発者のために土地価値と利益率を上げることの最も重要な目的を持ってプロジェクトの最高のデザインプラクティス、政治的な敏感性、必然的な社会的要件に合わせることを目指している。開発の分析で土地と開発の価値を大幅に増やすことができる。土地所有者や開発者にとっては これが重要な指標である。ケビン・リンチが1960年に発表した都市のイメージが本質的なステップであり、土地の価値潜在力を実現するために不可欠であると考えられている。土地所有者は土地の開発可能性を意識して追加の計画利益を分担することができうる。これは残存開発査定または残存評価によって行われる。残存評価では 最終製品の売却価格が計算され、計画費、建設費、財務費用、開発者利益などの費用が仮定される。残余、または残余割合は、土地価値を表す。従って、GDV を最大化することで、土地価値が同時に向上する。土地の価格は、需要と供給、建設のコスト、計画及び手頃な住宅居室などに非常に敏感である。 開発システムの複雑さとバリュードライバーの影響を理解することは土地所有者の販売価値に大きな違いをもたらす可能性がある。土地開発はそのプロセスの結果として期待される経済発展に重点を置く。土地変換は土地利用の変化の一般的な物理的及び生物学的側面に焦点を当てようとする。経済的意味での土地改良は しばしば生態学的観点から土地の劣化につながる可能性がある。土地の開発と土地価値の変化は通常開発された地域の生態系の変化を考慮に入れていない。植生カーペットを持つ土地を建物の土地に変換すると経済成長や土地価格の上昇、生息地の破壊による動植物の喪失生態系サービスの創出、 環境価値の低下などの不可逆性環境、全費用会計においては、先見的なものとしか考えられていない。アイルランドの高速道路建設宅地への変換は、すでに土砂の安定、不均等性の表面を及びその後表面流出水を通じて土壌化学を構成する表土を研磨し、土壌の圧縮及び部分修正をそれ自体はもたらし、道路建設と関連した規則としてである。 建物の建設建設活動は多くの場合、土壌の大部分を雨や栄養サイクルから効果的に遮断し、建物や道路下の土壌を効果的に消費し、不妊にする。緑の建物は屋上ガーデニングや釣りガーデンでの試みを除いて、高等植物の栄養はコンクリートやアスファルトの表面、総方散在の庭園や公園の区域にも失われている。 アルゼンチンとボリビアでは、茶子森林が世界で最も高い水準で伐採され、大豆栽培に移行する農地の新しい創造は、過去の森林、サバンナ、または草地の転換開発に依存する。荒れ地、砂漠、または以前の不浸透性の表面からの農地のレクリエーションは、校舎の肥沃など上の劣化、または欠如のため、かなり少ない頻度で行われる。 森林から始まって土地は攻撃や焼け払いで工作できうる。農業開発にはボルネオ島のオイルヤシのプランテーションと熱帯雨林の断片新しく作った農地は樹木の根で安定化した土壌より侵食されやすいためこのような変換は生態学的指揮位置の不可逆的な交差を意味するかもしれない。結果として生じている森林伐採はまた森林再生 または、植林によって、容易に保障されない。これは、特に、モノカルチャーとして実現されるときに、失われた森林である。なぜなら、風侵食からの水質の保護と保護のための方法としての他の木の大規模農場は、概して生物の多様性を欠くからである。その結果生じる森林伐採は、植林や植林によっても、容易には保障されない。これは、 水の保護と防風手段のための手段としての他の樹木の植林は原則として孤立した森林の生物多様性を欠いているためです。また土壌安定化及び侵植制御手段は前回の無傷の植生と同様に氷土を保存するのに有効ではないかもしれない。持続可能な農業も参照。生態学的及び地質学的影響を適切に 考慮する必要のない大規模な土地変換は次のような悲惨な結果につながる可能性がある。産業や工業用に土地が開発された場合、有害な影響が特に目に見える可能性があるが、農業生産や土地利用は影響を受ける生態系に多大かつときには不可逆的な影響を与える可能性がある。厳格な意味での土地開発として計上された土地再生。 土地リハビリの例は、まだ稀である。しかし、再生、森林再生、河川復元は、特に人口密度の高い地域ではより健康的な、環境と生活の質に貢献する、可能性がある。公園や、庭園のような計画された植生についても、同じことが当てはまるが、修復は特定の役割を果たす。これは、過去の建設や農業分野への転換を逆転させる。 ためである、ありがとうございます。